4世紀頃の三韓諸国周辺。三韓は1世紀から5世紀にかけての朝鮮半島南部に存在した集団とその地域。朝鮮半島南部に居住していた人々を韓と言い、言語や風俗がそれぞれに特徴の異なる馬韓、弁韓、新韓の3つに分かれていたことから三韓といった。三韓の韓については語源が諸説あり、一定しない。 三冠という名称は、白木が朝鮮半島を統一した7世紀頃からは、高栗、九だら、白木三国を指す名称として意味が拡張して使われた。英史朝鮮の立国である。280年頃に成立した中国の史書三国史は、韓は朝鮮半島の中部を占め、朝鮮半島の南部ではと接しており、馬韓、新韓、弁韓の三種がある、と述べる。 犯罪対方の南、東西も、海ため源、南ともあせつ、放火四千里。有三種、一枠馬館、二枠新館、三枠弁館。新、陳樹作南朝流層、廃唱詩中、三国島木三十義書三十カラスマ千菱統遺伝、第三十四百三十二年に成立した、中国の詩書五管書は、馬館は、 朝鮮半島中部の西海岸に位置して、南方ではと接していた。新館は朝鮮半島中部の東海岸の北部。弁館は半島中部の東海岸の南部を占め、南方ではと接していたと述べる。馬館在西、五5 4国、その北とも楽郎、南ともは説。新館在東、十有二国、その北とも、Y 白説。弁新在新館の南。 また十有二国、その南またともは説。南朝流層、汎用作、五官諸島遺伝子の領書に見える、朝鮮半島南部を占める和の実態については、様々な議論がある。母官とも言う。母官は、半島西部に位置し、五十二カ国に分かれていた。ほぼ後のくだら、現在の中西北道、中西南道に相当する。言語は、新官や弁官とは異なっていた。 1145年に成立した、高来の司書三国式は、クダラが建国して間もない紀元前6年、ほぼ今の近郊がクダラとバカンの国境だったが、9年、クダラは馬貫を滅ぼして、その全領土を併合した、とする。313年、高栗によって、大邦軍が滅亡するとクダラは強大化し、バカンの北部から原型軌道にかけての地域を支配して、ハンスンに遠き、 初めて、くだらの子に騎士アマルクが中国に長考した。475年、高栗によって、勘定が陥落し、くだらは一旦滅亡するが、勇心をととして復興し、馬ン南部や加や、未満な地域に勢力を伸ばした。新官は、古の立国である。新官とも書かれ、旗からの移民とも言われる。十二カ国に分かれていた。現在の継承度及び、 カンボン土南部の地域である。言語は馬ンと異なり、弁艦と類同し、中国ごとも類似していた。新艦の十二カ国は達王に属していたが、達王は馬ン人であった。十二カ国に分かれていてそれぞれ王がいた。大雑把に後の未満な、現在の全羅南道の東部から京昌南道の西部である。しかし、魏志東遺伝には、新艦と弁艦とは、 居住地が混在していたとされるので、岡田秀博は、新漢十二国と弁漢十二国は、国々の所在地がモザイク状に入り混じっていて、境界線が引けるような状態ではなかったと解釈している。五漢書弁神殿によれば、新漢とは城郭や衣服などは同じだが、言語と風俗は異なっていた。南北朝時代からにかけての中国では、九白 高句麗の三国を三冠と呼ぶ例があり、日本初期もそれに習っている。朝鮮半島でも統一白木時代から、李氏朝鮮時代まで三国を三冠と見て、自国を三冠と呼んだ。現在のような三冠論を主張したのは、漢百賢が最初であり、実学者たちによって定立された。ブリタニカ国際大百科事典小項目事典、菅北史白木伝には、その言語名物、 言二に中国人という記述がある。また、五漢書、三国史新刊伝によれば、新刊は、旗の移民の子孫であるとする。五漢書弁神伝、弁心とも新刊草居上閣衣服、皆道言語風俗優位。旧当時奥洲伝、日本書紀では、三刊は、神宮皇后期以降、天武天皇期下までに参見する。皇玉天皇期では、 ソ我イルカ暗殺の直前、ソガクラの山田石川のマロが、三冠の上標文を読む場面等で記述され、高得点の大きには大化4年2月に学問像を三冠に使わす記述と、その注釈として、三冠とは、高来、くだら、白木を言うと三冠の定義が記されている。ありがとうございます。